洞窟大作戦の続きからやっていくぜ。で、途中まで進めてきた。で、今手持ちのアイテムが、なんだっけな。この遠足ランチをある程度、全員分買ってきたわ。6個ぐらいストックある状態で、ここまで来れてる。で、メガネな。メガネはちょいちょいチューチューマシンを使って HP を回復しながら、とりあえず、道中の、まあ、真ん中ら辺ぐらいまで来た感じかな。で、B の方吸い取れば、うまい具合に吸い取れるでしょ。で、MP 吸い取れようよ。敵もやってきてるけど、メガネだから意味がなし。おばさんの HP がちょっと心もとないよな。吸われた。で、おじさんがさ、あんまりあれなんだよな、攻撃当たらないことが多い。せっかくお袋に電話してホームシックも改善したはずなんだけれども、なんかダメージが通りにくいんだよな。命中率とか回避率とかっていう概念あんのかな。やっぱホームシックとかそういうのとは違うのかな、命中率回避率の概念は。で、おばさんがそういえばさっきレベル1上がったかな。で、回復エンスクランチ5個持ってた。で、おばさん回復させて、ちょっとおじさんも回復させて、で、こっちも地下って行ってなかったような気がするんだけど、行ってたかな、行ってないと思うんだけど、どうだったかな、もう覚えてねえんだよな。まあ多分行ってないってことにしてやっていくしかない。で、走行駅あと2匹だよな、確か。まああと15分20分ぐらいで残りの2匹を仕留めるぐらいの気持ちでやっていきたいとこなんだけど、まだレベルが多分ね2ぐらい足りてないんだろうな。レベル上げはねしてなかった。アイテムだけ整理して、まあ言っても遠足ランチしか買ってないんだけどな、血清が売ってないからさ、遠足ランチだけ6個7個ぐらい買って、で自転車とかタコ消しマシンとかその辺のいらないものをエスカルゴ運送に預けた感じかな。まあそれ以外は特に進展なし。いや俺多分こっち来てねえよな。で今メガネがレベル上がって多少マシになったか。ファイヤーのなガンマを覚えてくれれば戦闘だいぶ楽になるんだけど、まあ、MP の消費がちょっともったいない気もするけれども、そんなの言ってられるような余裕がない。まあ、メガネに噛みつく分だったら別に問題はなし。このチューチューマシンをなもっと早い段階で多様化してもよかったよね。これによって遠足ランチをいくらか節約できるわけだから、まあ戦闘自体はそこまで厳しくはないけれども、来てないよね。プレゼントボックスあるもん。カロリーブロックがあった。これも HP 回復用のアイテムだよな。何歩回復する。60。まだ使わなくていいか。もう1回ぐらいダメージ食らったら使うかな。待て、ボス戦だから、いや、いっか、大丈夫だと思う。俺が正真正銘のナンバー3のこの穴の主だ。本物の中くらいの強さを見せてる。みんなこんなことしか言わねえもんな、こいつら。穴の主に襲われた。一応フラッシュ。フラッシュ焚いて、ガンマ使って、これチューチューマシン効くのかな ?383。固まってしまった。いいぞ、いいぞ。固まってたらシールドの効果もなくなるんじゃない。あー、てかそもそも入ってすらいない、コーヒー。涙が止まらなかった。とりあえずマヌサぶっかけて。ベータでも倒せると思うんだよな。もういいや、メガネは物理でぶん殴ろう。そんなにもうないでしょ。オッケーオッケー。
ガンマとベータの合わせ技で勝てるから、もう攻略方法さえ分かればそんなに厳しい敵じゃないからな、こいつは。ライフアップガンマを覚えた。で、ステータスアップ系のアイテムでしょ、これ。守りのコイン。ああ、違った。守りのコインだ。守りのコインってさ、誰か装備してるわけでもないのか。安らぎコインの上位互換的なやつだよね、きっとね。いわゆるその他装備。身につけると防御力が上がり、ラックも上がる。ほう。どうしよう。おばさんにいいか、そのまま。おばさんカチカチになるな。おばさん一番 HP 低いからおばさんに使うべきなのかもしれないけど。あーで、こっちに繋がってんのか。こっちってでもどっちだ。じゃああともう一体のさ、やつどこにいるんだ。またこの洞窟の中ちょっとうろうろしなきゃいけねえな。こっからはしご登った先にいてくれればいいんだけど、あーようやく毒食らった。まあ、ようやくって言い方もおかしいけど、今回の洞窟大作戦の中において毒は初めて食らった。わー、しかも2匹とも毒食らっちゃったよ。もうおとなしく魔法を使えばよかったかもしんない。いや、メガネに毒食らう分には全然いいんだけどさ、メガネはその自分で自給自足できるからさ、いいんだけど、パラダイスは効果ない。なんか麻痺に耐性あるよね。麻痺だよね、パラダイスって。なんか全然敵のパラダイスがこっちに効果があることがないんだけど、まあないままの方が助かるんだけどさ。で、経験値も得て、これがきついんだよな。結成使うわ。結成使って、とにかくおじさんの PP を使わないようにするっていうのが大事だよ。で、カロリーブロックおばさん。うん、これが多分ちょうどいい使い方で。で、遠足ランチの方はおじさん。いい感じで来れてるんじゃないか。これどこに繋がってる？うわー、なんかよくわかんないところに出てきたな。左下の方が開けた空間に出てきてるけれども、この先にもう一体がいてくれれば、すごい万々歳なんだけどよ。果たしているかな？そろそろおじさんが誰かレベル上がんないか。まだ上がんなかった。ぬか喜びしてしまった。ヘビが、お前なんで身動きしねえんだよ。完全にこっち見てただろ。まあ、動きたくない時もあるわな。まあ、ヘビ1体だけだったらな、ワンタンキルできるからいいんだけど、ワンタンキルする前に敵から攻撃食らうのはちょっといただけない。まあ、ダメージ食らうぐらいだったら、チューチューマシンを使えばよかったっていうことを少し後悔する。んで、左側、待って、プレゼントボックスあれ開けてるやつだよな。あれ、じゃあ俺どこ行ってない？下行ったよね。ここの左下って行ってなくない？いや、行ったか。ここのさ、うーわ、いっぱいいる。オッケー、逃げ切った。巻いた。ここ多分来てないはず。来てないけれども、ボックスが2つあるだけ？いや、でも多分この奥だと思うんだよね。雰囲気的に、こん中でしょう。ちょっと、チューチューさせてくれ。なんとなく B の方がダメージ食らわないかなと思ったけれども、普通に食らってるからな。あんまりチューチューできないか。30ぐらいしかチューチューできないかもしんない。まあ、それぐらい36もチューチューすればまあ十分だ。サイマグネット。これもな、何回も数こなされるとちょっと痛いからな。うわー、でも今あれだな。いやー、そうそう、これよ、この空振りがすげえ多いんだよな。で、チューチューマシンで。もうじきくたばるだろ。仲間を呼ぶ前にとりあえずチューチューして、いいぞ、攻撃入った。これでしばくことできるね。で、おばさんが毒食らった。レベル37になったけれども、 PK ファイアガンマン来たな。これで戦闘だいぶ楽になるんじゃない？で、ベータでとりあえずおばさんの毒を解毒して、なんでこの宝箱
スーパーボム、ボムの上位互換。ボムもそういえばあれエスカルゴンストに預けたような気がするのは気のせいだったな。おばさんがまだボムを持ってやがる。回復は大丈夫かな。おばさんまだ耐えられるでしょ。おばさんなら。あ、敵の数が少なくなってる。これはいいことだ。こっち多分まだ行ってないよね。今のプレゼントボックスで開けてないってことは。いや、どうだったかな。で、ちょっとツナマンの方から HP 配色しよう。これでメガネの HP 全回復になるでしょ。何効果がないだと。たまたま外れたのか。俺前にやったと思うんだけど、このパートを収録する何分か前にツナマンに中中発信使って HP を吸収したような気がしたんだけど。ああだよね、外れることもあるんだ。単純に効果がなかったっていうよりも、普通になんか外れたって書いてくれた方がなんかピンとくるよね。このターンではちょっと仕留められなかったけど、まあこのターンでいけるでしょ。You win。今おばさんがレベル上がったってことはおじさんまだだよな。ああ、この画面でも次のレベルまで見れるんだ。ああ、メガネ、おじさんが、もうちょっと。おばさんが2万か。メガネとの落差があるよね、やっぱね。いや、4人目の、ああ、来た。こいつ最後だよな。ふふふ、お前は今までに一番強いコロナの主と、2番目に強いコロナの主と、4番目に強いコロナの主と、一番弱いコロナの主と戦ったはずだ。俺が、真の3番目に強いコロナの主なのだ。行くぞ。全員3番手だろう。背景ナンバー3って書いてるんだから。あー待って、一応フラッシュ焚いてガンマ使って。メガネやることないからな。ペンシルロケットちょっともったいないよね。でコンデンスミルクをなんか道中のなんか敵が誰か落としたわ。あーまあ物理でぶん殴るか。352、反撃のシールド。反撃のシールドってちょうど半分ぐらいしかダメージ入んないのか。反撃のシールドの強さが増した。やめてくれ、そういうのは。まあでも呪文に対して耐性がないっていうのはもうほんとただの弱点だよね。でマヌーサ状態ですよっていうことか。あの涙のマークはこれでくたばるはず。 OK。ようやく5匹全員仕留めてやったぜ。予定通りの時間だ。サイコキャラメルがあった。今更感がある。あ、なんか洞窟の BGM の音ちょっとなんか陽気になってない？なんか陽気な BGM に変わってるよね。こんなんじゃなかったと思うんだけど、洞窟。これも敵出てこないってことなのかな。敵出てこないんだったらすごい楽なんだけど、道があんまり覚えてないからわかんないんだけど、まあ5匹倒したから、まあ、戻っていいよな。うん、これ敵出てこなくなったな。まあ、敵出てこなくなるついでにこの洞窟の迷路も解消してくれればすごい助かるんだけども。土方はこっちにいるのかな。あー、なんか BGM がなんか一周回っておとなしくなったような感じがするけど、また陽気な音楽流れ始めたね。倒したぞ全員。このタイミングですごい汗かいてるけど、これ汗かいた状態で写真写るのかな。チーズサンドイッチ、普通にメガネがじわじわ汗かいてる状態で、熱はピース、熱っていうかおじさんはピースしてたけど、ちょっと待って、犬で恩知らずな犬とかがうごめいてやがる。化け物を乗せしまったってご苦労さんだったね。よし、この先は俺に任せてくれ。バーンと埋蔵金を掘り当ててやるからさ。じゃあ、俺仕事の段取りを決めてから始めるからね。とりあえず宿に泊まりたい。宿に泊まってセーブをしておきたい。泊まらせてもらうぜ。
なんかあんまりあれだよね、メガネが夜なべしなくなったよね。でお袋に一回電話して、まあホームシックバロメーターを一回解消させて、8290ドル、いいね、32649ドル、随分お金が貯まったな。でとりあえず軽くセーブしておいて、今これ一泊したことによって埋蔵金発掘されてたりしないかな。あー、この辺の観光客はまだいるんだな。この穴掘りをずっと見てるんだけど何が出るのかしらね。あ、日射病になっちゃった。テレビ中継でもしてくれたら、これなんかフラ、なんか揺れてる。なんか今地震が来てる、地震が来てるわ。いや、リアルの俺の方なんだけど、なんか地震で今揺れてるんだけど、軽い揺れだけどちょっと怖いね。で日射病になってるから、ちょ、メガネの日射病をとりあえず解消させて、まあおばさんの HP 回復しようと思ったけど、おばさんの HP はこれが最高値なんだよな。今宿泊まってばっかで戦闘してないもんね。俺はもっと違うところを掘るべきだと思うんだよね。でヒーラーは別に話しかけても変わんないでしょ。仕事が溜まってるんだけど、ここは引っかかれて動けないんだよ。困ったもんだ。単純にサボりたいやつの言い訳にしか聞こえないけどさ。さあこれでどうだ、洞窟なんか進展あるのかな。これで埋蔵金の一つや二つ見つかってればすごい助かるんだけど、さらに奥深くどっか行けるようになってるとかあんのかな。土木作業員がどこにもいなかったんだけど、これどこ行ったらいいんだ。全員に話しかけたと思うんだけどさ、これまたあれか、フォーサイドのどっかに行ってなんかしないとダメなのかな。他に行けそうなとこあるか。まあ人は全員話しかけたし、もう一泊するか。なんか進展あった。なんでここまで来たんだよこいつら。おじさんさん、俺あの発掘現場のジョージモッチーの弟のチュージです。ジョージモッチーって名前だったのか。で埋蔵金は見つからなかったんですけど、ダイヤモンドが出てきたんでおじさんさんに渡すようにって庄司兄貴に頼まれまして、これ確かに渡します。はあ、もう分かんなくてとりあえずフォーサイドに向かおうとしたら急に進展があったわ。おばさんはダイヤモンドを手に入れた。じゃあ俺他の現場が忙しいんで帰ります。ゴーゴーゴー。口で言うんだ。ゴゴゴーはこのショベルカーとかの音なんじゃないの。わざわざ口で言っちゃうんだ。まあゲームだとあるあるだよね。ゲームだったり、あとなんか芸人とかも言ったりするよね、そういうセリフね。じゃこれでダイヤモンド手に入れたからさ、トンズラブラザーズを人質に、こんなとこに待ちまった。トンズラブラザーズを人質にしてるやつらのところに行けば進展するんじゃないか。でリラックスして、マッドタクシーとかあんまり戦いたくないんだけど、襲われそうだよね。まあ普通のおじさん、やばいおじさんに見えてちょっとドキッとした。んーで、トポロ劇場だっけ、トポロ劇場にとりあえず行けばいいよね。これかな、トポロ久しぶり、3パートぶりぐらい。またこれチケット買わなきゃいけないよね。アイテム全員今 HP があれだからな。もうボム捨てるから使わねえだろこんなの。敵にダメージ与える、爆発力があるのに狙った敵以外にも効果がある。一度使うとなくなる、捨てよ。スーパーボムの方はなんかのタイミングで使いたいよね。はい、でちょっとどけ、いちいちチケット選ばなきゃいけないのがめんどくさいよな。ステージが始まるところです。別にステージを見たいわけじゃないんだよ。あ、こっちにいるナリキンの方に話しかける必要があるんだよな。これまたこっち側から話しかけたら、ダイヤモンドよく見せてくださいましみたいなこと言うんじゃないの。
トンブラのファンなら、何々ダメダメ、このバンド100万ドルの借金をうちにしてるの、契約破ったのもおまわりさんにコラってお仕置きされちゃうのよ、方法、それとも僕ちゃんと100万ドル立て替えてあげられるのの埋蔵金でも掘り当てなきゃ無理よね、方法。高笑いしてるけどさ、これで黙るんじゃないの。何かしらそれは、もっとよく近くで見なきゃわかんないわ。これ、ちなみにダイヤモンドじゃないものを見せたりしたらどうなるんだ。キャッシュカード使うか。ダメか。なんか見せて使えそうなもんないか。馬の糞とかそういうのないか。そういうのを見せてよ。ネバネバマシン。ここで扱えダメか。ダイヤを使わなきゃ、ダイヤ以外は目の前で見せられない。なんか馬の糞とかをこいつの目の前ではっきり見せてやってよ。握らせたいよね。ガーそうそうそう、そのダイヤモンドで払うっていい、いいわよ、いいわよ。この契約書を破ればビリビリビリ。そんなんで契約解除していいのか。ダイヤのことは他の人には内緒よ。さあ、トンツラブラザーズは今から自由の身を。まあ、このダイヤだったら50ドルくらいだけど、大まげにしといてあげるから。ドキドキドキ、すっごくもかっちゃった。おお、釈放された。こいつら5人組だったり6人組だったりするし、よくわかんないよね。またまた迷惑をかけちまったな。これ、ネスに言ってんのかな。これ何、一人ずつ声明を発表していくのか。でも俺たちのお人よしもこれで最後にするけど、ファンが待ってるから。何歳ぐらいなんだろうな。50歳ぐらいかこれ。もうワンステージだけ歌ってからこことおさらぶしよう。まあなんかあれだろう、なんかダチョウクラブみたいなそういうやつだしこいつら。じゃあ行くぜ、ありがとうよ。まあ、50代から60代ぐらいのアラフィフ、アラシックスあたりの、金それは欲しいもの、金とても欲しいもの、金俺の欲しいもの。同じこと言ってるね。だけど自由はもっと欲しい。金、それは分かった。俺2回話しかけちゃったのか。2回も言うね、こいつ。早くしょっぴいてくれ。ドキ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 。こいつはもう動機しか感じなくなった。これもうステージ見れないんじゃないの？観客とかいんの？始まった？Welcome to the Tones のラストライブ。一応ラストライブになってる。ラストライブだったらこれ見なきゃダメなのかな。おしっこちびちゃうようなノリノリのステージを入り口の近くにいるちびすけたちのために、ネスたちのためだけにやる、なんか最後の演目みたいな、そういう感じなのかな。おー、なんか今までとは一応ちょっと違う感じの茶番だね。これでもツーソンの街でやった時とちょっと似てるよね。この刹那の見切りみたいなさ、ガンマンの早打ちみたいな、早打ちの逆みたいな感じでさやってるけど、なんかこれもしそのスイッチでリメイクされたとしたらさ、おお、なんか金髪豚野郎出てきた。あれなんじゃないの、そのなんだっけ、スリークに行ったさ、ゲップのさ上司みたいな人なんじゃないの。要はギーグなんじゃないの、このパツキンのお姉ちゃん。でこれそのスイッチ版とかでリメイクされたらこういうのスキップできるような機能ついてそうだよね。どっから出したんだよこの車よ。トンズラしたってことか、トンズラバラザーズだけに。まあ、多分今のも見なかったら進展しなかったんだろうな。無言だ。控室誰かいんのかな。ああ、ボーイがいる。ああ、トンズラの友達だね。ヴィーナスお姉さんに会いに来たのかな。あれ、ヴィーナスなのか。他のファンに見つからないようにさっと入っておくれ。ツーソンの村にいたこいつか。さっきステージにいたのもこいつだよね。てっきり俺はギーグかなと思ったんだけど。あら、小さいファンね。今忙しいからね。サインはまた今度にしてね。いや、別にそういうのは求めてないんだけどさ。これであの何、地下のマンホールの、マンホールっていうか、デパートの裏の、怪しいダイヤモンドみたいなやつあったけど、あ、なんか人いる。こんなのいたっけ？ちょっと話しかけるか。トンズラたちのステージにヴィーナスちゃんが登場したらしいな。俺トイレついて見られなかったんだ、ざま。トイレを恨むぜ。ああ、もうトンズラたちには会えないのかしら。私もこんな男からトンズラして、トンズラバラザーズの追っかけになっちゃおうかしらね。いいと思うぜ。後ろからこんにちは、チケットをお求めですか。いいえ。こいつ後ろから話しかけたにもかかわらずずっと商売のことしか考えてねえな。どけ。ああどうも。さあこれでデパートの裏の方に行ったらなんかあんのかな。
閉店してたデパートがやっと開いたらしい。あー、バーゲンでもやらないかな。デパート開いたんならデパートから行けるんじゃないの。埋葬金出なかったらしいね。せっかくあれだけ苦労したのに。ダイヤモンドじゃねえ。まあ、ダイヤモンドでもいいじゃん。ところ劇場といえばトンズラバンドよりビーナスって新人が最高だね。僕メロメロなんだ。ポケモンみたいだね。お前は、昔はモノトリーさんは風船に上がらない。こいつはセリフ変わってないな。んで、とりあえずデパート行くか。デパートにさ、武器防具とか新しいの置いてありそうだよね。はい、で、デパート来た。